小さいけどよくね木を感じぞ。よし、修行のついでにちょっくらこの辺りを調べてみっか。
ちだ。一族の恥だ。死んでしまい。失敗だ。失敗。やつの死にある。何者なんだ。バカめ。そんなことまで忘れてしまったのか。ならば教えてやる。まず貴様はこの星の人間である。誇り高き全宇宙一の強戦士族。
サイヤ人。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。バカ言え、俺は地球生まれの孫悟空だ。なんか兄貴じゃねえ。死ね、はっ死ね、ふっはっ、やっ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 、はっ、うわっ、やっ、おらあっ、えい、こっだ、ソン。この俺様の体に傷をつけるとは貴様許さんぞ。もう遊びはこれまでだ。今度こそ死んだな。そう、これも結婚してみたかったな。ここはいいもんだけどよ、なかなか低下なもんだぜ、クリリー。ひっ、お前は父さんみたいな可愛い嫁さんがいていいよな。俺なんか愚か者どもめ、この俺様を前にして無駄話とはいい度胸してやがる。なんかに、クリリー、風に集中しようぜ。わかった。この俺がそんな奴に腐ったらいい。悟空、カメハメハだ。奴に特大のカメハメハをお見舞いしてやれ。それっきゃねえか。よし、じゃあ一丁いくぞ。あれ、今だ、カメハメ。この俺がこんな奴がやられるとは。よっしゃー、やったな、悟空。ああ、クリリン、スキップサンキューな。ナイスリコだ。Thank you.
ご飯よ。敵は一人とは限らん。今からその修行をするぞ。はい、ピッコロさん。うん。ご飯、いいか、今のお前には甘ったれてる暇などないんだ。この地球の運命の鍵はお前が握っているんだということを忘れるな。はい。ブツブツ抜かす暇があったらどうしたらいいか考えろ。そして動け。どうしたご飯、だらしないぞ。いくらなんでもピッコロさん殺人なんて。そうだぜ。んよ、クリリンさん、ヤムチャさん、天津飯さん。スパルタが過ぎるんじゃないのピッコロさん。加勢してやろう。さあ来やがれ。俺たちは甘く見るんじゃないぜ。いいだろう、4人まとめてかかってこい。俺の気を使え。うわあ、どうしよう、いつもの調子が出ていないんじゃない。え、あ、いやバレちまったか。実は昨夜無天老師様とギャルのエアロ、もとい体操の番組を夜通し見てたら疲れが残っちまってさ。ちのんきな野郎だ。ご飯、修行の邪魔にならんよう、そいつに少し気を分けてやる。してやってもよかったが、力は抑えてやる。ご飯、そいつを叩き起こしてやれ。ヤムチャさん、ファイトです。サンキュー、助かったぜ。太陽拳、からが本番だ。すげえ気だ。本気になりやがった。本気になった奴に隙はない。だが俺たちもただ休むままの攻撃を繰り出せば勝機はあるかもしれんぞ。やりました。みんなで一緒にピッコロさんを狙いましょう。こしゃくな手を使いやがって。同じ手は食わんぞ。
よく頑張ったな。さすが悟空の息子だ。どんなやつも俺一人で十分だぜって言いたいけど、お前のおかげだ。ありがとうよ。どうもありがとうございます。また。オラに元気分けてくれ。怖がることないぞ、ごはん。あれは元気の通り道だ。通り道に向かって気を送ることで、世界のどこかで戦っている戦士たちに俺たちの元気を分け与えることができるんだ。へへ、逆に俺たちが元気をもらうことだってあるんだぜ。世の中持ちつ持たれつさ。ある。みんなと元気を共有して考えた地球の平和をきっと守れる。よし、僕も頑張って元気を貯めるぞ。うわぁ、ウルトラだ。キャー、真ん中。うわぁ、いや、ウルトラ。